はい、どうも皆さん、こんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回やっていくのは、この面白い図形問題。AB イコール AD、角 C イコール30度であるとき、台形 ABCD の面積を求めよと。この問題ですね、ジュニア算数オリンピックの問題なので、小学5年生でも解けます。なので当然、ルートは禁止です。じゃあどうやって解くのっていうふうに思うかもしれませんが、この問題実はですね、図形を組み替えてあげれば、もうパズルのように解けるんです。もうそれはもうね、気持ちいいんですよ。しかもですね、今回2通りの解法を紹介していきます。もう僕がね、初見でこの問題を見た時にどういう風にパズルを解いていったのか、そのね、思考プロセス、考え方っていうのを皆さんにね、ぜひ押さえてほしいなという風に思います。はい、それでは早速やっていきましょう。今回ね、求めたい図形っていうのが台形の面積なので、上底、下底、高さが分かればいいんですけど、この上底と高さね、ルートを使わないと求められません。ということで、今回は小学生でも分かるね、解き方っていうのは別のアプローチを考えなきゃいけないんですけど、まあ困難は分割せよっていうふうに言いますよね。まあこの図形もこのようにね、分割してみましょう。そうすると正方形の部分と、まあ直角三角形、三角定規型ですね、この2つに分かれると。で、まあね、この BC が5センチで、こっからどうしようかなっていうふうに思ってしまうんですけど、これね、算数界では、特に中学受験のね、算数のね、世界では有名な考え方があります。それは、こういう直角三角形を見たら、まあこのね、直角三角形をこのように4つ並べてあげると、これは通称風車切りって呼ばれるものなんです。まあこのようにね、4つ配置してあげると、このように全体として大きい正方形が出てきます。で、この正方形の一辺の長さ、今回求められるんですね。というのも、このようにここの部分のね、長さを四角っていう風に置いてあげれば、丸足す四角が5センチということで、まあ、このね、正方形の一辺の長さも四角足す丸なわけですから、一辺の長さも5センチという風に求めることができるわけです。で、今回直角三角形ね、4つ並べたわけなんですけど、その4つ分っていうのは、大きい正方形から小さい正方形、内側の正方形を除いたものになりますよね。でもね、今回求めたい面積って直角三角形じゃなくて台形なわけですよ。このはみ出た正方形っていうのをなんかね、うまく埋め込んでいきたいですよね。そうしたら気づくのは、あれ？これ30度60度直角の、三角定規型だとすると、これ正三角形の半分なので、この斜辺の長さ2とすると、ここのね、正方形の一辺の長さは丸1というふうに表せるわけです。よってこのようにね、内側の正方形を分割してあげると、この正方形はこのね、分割された正方形一つ分に移動することができるわけなんですよ。そうするとね、元々の台形っていうのは、このね、黄色く囲った部分の面積と等しいということが分かって、これって結局、このように黄色い部分を4つ寄せ集めると、1個のね、正方形が出来上がるので、この台形の面積一つ分っていうのは、5×5、正方形の面積を4等分してあげて 6.25 平方センチメートルというふうに求めることができるわけです。ということで、一つ目の解法は、直角三角形を見てあげて風車切りっていうテクニックをね、活用して、で、図形をうまく組み替えてあげることによって求めることができると。では続いてね、二つ目の考え方に移っていきます。二つ目の考え方は、まあ、同じく台形をね、分けていくんですけど、正方形と直角三角形ではなく、今回はこのように二つのね、三角形に分けていきます。すると、まあ、三角形 ABD は直角二等辺三角形なので、ここは当然45度。まあ、ここも45度ですね。で、今回やっていきたいのは、台形のままだと、ちょっとね、考えづらいので、この台形を三角形に等積変形していきます。まあ、具体的にどうやるかというと、BD とね、平行な直線をこのように考えてあげると、点 A をね、まあ、この点にいろいろ動かしてあげて、三角形 ABD、っていうものを固定した状態で変形していきます。まあ、具体的には全体としてね、三角形にしたいので、このように CD の延長線上に点 E を取ってあげれば、三角形 ABD と三角形 EBD は当然ね、面積等しいですよね。底辺が一緒で高さが同じだから。そうすると、結局求めたい面積っていうのは、台形 ABCD と面積が等しい、三角形 BCE の面積という風になるわけです。じゃあ、あとはね、三角形の底辺5センチが分かってるので、高さを求めていきたいんですけど、はじめにね、下準備をさせてください。まあ、これも、算数界では有名なんですけど、30度、75度、75度、
この二等辺三角形の性質について解説していきます。まずね、この二等辺三角形をこのように2枚並べてあげて、ここピーッと結ぶとね、このように赤い正三角形が見えるわけです。なのでこの性質が非常に重要になってきます。この性質をぜひね念頭に置いていただいて、元のね図形に戻ると、まあ、このね角が30度45度っていうのを使うと、角 EDB は75度じゃないですか。で今ね三角形 ABD と EBD、ここの部分に着目しましょう。まあ、ここを抜き出してあげたのがこの図です。そうするとね、まあ、この BD の部分を丸にっていう風に置いてあげると、このね三角形の高さってすぐに求まります。だって三角形 ABD は直角二等辺三角形でしょ。じゃあこの底辺の部分の当然長さ半分ですよね。だったらこの三角形 EBD の高さも丸1だっていう風になると、なので当然ね三角形 EBD の高さも丸1という風になって、今角 EDB が75度で底辺の長さの半分が高さになっているということがわかるので、なんとねこの三角形 EBD は30度75度75度の二等辺三角形だということがわかるわけです。これをね元々の図形に戻して考えてあげると、三角形 EBD は30度75度75度の二等辺三角形になって、するとね求めたい三角形 EBC も30度75度75度のね二等辺三角形になるので、まあ、底辺 BC が5センチの半分の、ね、長さである 2.5 センチが、このね高さの部分に対応するので、求めたい面積っていうのは底辺×高さの半分と、で 6.25 平方センチメートルという風になるわけです。まあ、この解き方のポイントは、透析変形を使って30度75度75度の二等辺三角形の性質をうまく使っていくことでした。ということで今回小学5年生でも解ける面白い図形問題を風車切り、そして透析変形という2つのね方法でパズルのように解いてきました。今後もこういったね面白い動画たくさん出していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。そして高校数学をゼロから全ての大学に通用するまで引き上げる、もうね高校数学の完全版徹底基礎講座も絶賛開講中ですので、ぜひ気になる方は概要欄のね公式 LINE 登録してチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。